はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、先日運行を開始したばかりの京急1000型1800番台をちょっと観察しようと思いましてですね、こちら羽田空港に来てみました。1800番台の大きな特徴はですね、貫通扉が正面の中央に来たことです。これによって、連結面で車両同士をホロでつなぐことができます。地下鉄を走る車両はですね、緊急事態に備えて先頭から最後部まで人が行き来できる必要があるので、このホロをつなぐことによって4両4両の8両でも地下鉄に直通できるようになっています。これによって車両の運用の、幅が大きく広がってきますね。でも船内運用の時はホロつなげないんですかね。やっぱ地下鉄に直通する時だけなんでしょうか。側面はですね、なんと今回から白と赤のフルラッピングになってるんですね。これはちょっとファンにとっては嬉しいことですよね。はい、比較用にこちらが、今までのステンレス車ですね。だいぶやっぱ雰囲気違いますね。はい、今度は車内に来てみました。乗務室の後ろはこんな感じになっていますね。でこれ結構目立つのがこれ、非常用はしごが今回客室の方に結構出っ張ってますね。それからはい、こちらですね、乗務室のところの扉、これがですね、なんと引き戸になってますね。結構引き戸って珍しいですよね。多分この引き戸の戸袋がある関係上、この非常用はしごが客室の方に出っ張ってきてるんだと思います。はい、よいしょ。で次こちらですね、運転席周り、こちらもですね、やっぱ貫通扉がある関係上結構コンパクトに収められていますね。モニターもこんなところについてますね。はい、ということで今日は京急1000型1800番台の紹介でした。ドアを閉めます。
We will soon arrive at Keikyu Kawasaki. This train is bound for Keikyu Kawasaki and Yokohama. Treno, tagal-tagal.